イエス・キリストの伝記は最初からの目撃者であり弟子であった人たちの証言をもとにすでにいくつか出来上がっています。しかし私は全ての記録をもう一度初めから検証し徹底的に調査した上であなたのために順序正しく書いて差し上げたいと思うようになりました。それによってあなたが教えを受けられたことは皆正確な事実であることがよくお分かりいただけると思います。